おーい、こんにちは、ビーナーズグルボットです。こんにちは。こんにちは、おはようございます、こんばんは。え、はい、あの世界中の方が見てくれてるかもしれない。お前世界規模なんだ。世界中の方が見てくれてる。待て待て待て、世界中の方が見てくれるんであれば、はい、おはようございます、こんばんは、意味が分かんないから。確かに、ハロー、ハローグッバイ。グッバイ、さよならになっちゃいます。じゃあ、一番左の方から自己紹介お願いします。アンソレス・ルイでーす。最近耳、ほじるとウェってなります。よし。やだー。さあ、はい、アンソレンスの、あ、もうちょっと早いよ。自分が自分がじゃん、いつも。そういうとこあるよ。いや、あります、ね、はい、じゃあ一個飛ばしていいよ。あ、はい、スキャンダルのアジュンです、よろしくお願いします。ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、あ、もう続けてやっちゃったんですね。いいよいいよいいよ。はい、スキャンダルのフータンダオ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でみんな拍手がちっちゃくなっちゃう。すごい。いや、お前の時よりあったよ。ああ、いや、マジですか。はい、こんにちは、ビーナスグループホストで店屋立ちでやらさせていただいてます、春竹です、こんにちは。よいしょ。あ、さあ、で、お次、この人。よいしょ。あ、サクです。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、サクさんね、ちょっと今日アシスタントって形でちょっといろいろね、お手伝いしていただいてるって形ですね。はい、じゃあそれでは今日ね、始まったんだけど、タイトルコールはね、ちょっとこの人にね、お願いしようかなと。電話かけていいですか。誰誰誰ですか。誰だ。かかってますね。あー。これマジ電話だ、今。マジ電話。バイ母ってどういうこと。ルイトに連絡しげやぜ、バイ母。絶対嘘やろ。あ、もしもし。もしもし。はい、はい、お名前は。スタテンチョです。いや、セナウェイターです。いや、ウェイターじゃないよ、セナ店長でしょ。あ、本当ですか。はい、どちらの、どちらの。アンソレンスです。あ、はい、アンソレンスの店長のセナ店長。はい、はい、セナ店長、フューチャリングウェイター。ウィズウェイター。はい、じゃあそれではセナ店長、タイトルコールお願いします。はい、ビーナスグループポート始まります。はい、はい、はい、そういうことでね、始まりました。ちょっと背景がね、なんかそうアンソレンス、一応スキャンダルもいるんで、ちょっとあの僕スキャンダルですね。スキャンダルですね。スキャンダルのもいる。どうするこれね。あ、ビーナス。ああ、アンダー、アンダー、そういう感じね。まあ、両方いけるか。こういう感じ。まあ、はい。コメントしづらいこの画面。ねえ。ルイちゃん被っちゃってるもんね。ちょうど。逆にコメ隠して逆にモザイクかかってみたいな感じになってるけどね。さあ、というわけで始まりましたけども、どうですか最近、普段、はい、久しぶりだけども。普段、半年ぶりぐらいですね。うん、はい。どうですか。そんなぶり。そんなぶりっすね。あ、そうなんだ。結構出てない。うん、まあ、相変わらず普段だおあ、ちょっとも落ち着いたよね、なんか。いや、あれ前もっとなんかすごかったじゃん。空気読めない感すごかった。最近ネクラになりましたね。なんかあったの。まあちょっと病んでんのか。いや、病んではないっすね。病んではない。ふたんだおってコメント来てる。ふたんだお。相変わらずふたんだおだね。え、もうそのキャラはもうずっと続けてるの。もうそこそこ続いてますね。長続きした。もう大丈夫、あの、飽きられてない。多分飽きられてそうだよね。で、あの、そのスキャンダルの久しぶりだよね。あー、ジュンですね。
純なのかも。名前はもう純で決定。名前は純で決定。これ以上変わることない。これはもう変わらないですね。これはもうこれが大体もう3ヶ月ぐらい続いてるんで、もう変わりません。3ヶ月しか続いてない。3ヶ月しか続いてない。いやもうここまで行ったら、おなんか純純純かっこいいって来てるけど、まあすごく嬉しいんで。うん、今日あれでしょ、はい、なんか。ギガ数制限かかっちゃう、通信制限かかっちゃう。そうなんですよね。こんな月末でもうちょっと動画見たいなっていう時に、動画営業しろ。何が動画見たいの？動画。ちなみに何の動画見たいんですか？あの一昨日ちょっと久しぶりにちょっと初回のお客様に思い出させてもらって、ちょっとボノボノをちょっと見てたんです。ああボノボノいいね、懐かしいな。ボノボノ見てて、大体2話から15話ぐらいまでずっとぶっ通して見てて、なんか1話がないなみたいな。それで25話も見た中で1話がやっと気になったの。嘘つけよ。嘘つけよ。お前本当は X ビデオ見てたんだろ、ずっと。 X ビデオ派ではないです。あ、でも X ビデオ結構飛びます。飛ぶんだね。あー、そうボロボロ懐かしいね。懐かしいっすね。作者なんだっけ、作者の名前忘れちゃったんだけど。俺もわかんないです、ね、作者の名前と忘れちゃったんだけど、そのあの人ボノボノが有名作なんだけど、はい、その前にね4コマ漫画を描いてたのね。はいはいはい。でその4コマ漫画がなんかすごいなんか松本人志がそのすごいなんかその4コマ漫画を見てすごくいいセンスしてるっていうか、俺と同じ感覚をしてるって言ってたんだよね。ああなるほど、うん、あ、五十嵐美京だ。そうだ、五十嵐美京先生。そうそうそう、その人がなんかそのボノボノの前のその4コマ漫画を見て、なんか松本人志がこの人天才だってずっと言ってたんだよね。はいはい。で俺もねなんかそのギガ数制限のなんかこれ携帯をね、ちょっとこの前ソフトバンクショップ行きまして、はい、変えたんですけども、なんかギガ数制限とかってあるじゃん。まあ、詳しいこと分かんなくて俺も聞いてみたの、うん、で7ギガでしょ。7ギガです。で1ギガでできることっていっぱいあるんだけど、はい、知ってる？1ギガって何ができるか。例えば動画だったらどれぐらい見れると思う？1ギガで。1ギガでだいたいどんぐらいですかね。10時間ぐらい見れるんじゃない？そんな見れるかお前。1時間ぐらい。あ、正解です。1.5 時間なんですけど、それだいたいまあその、なんだろう、90分サイトとかね、まあ、海外のサイトとか飛ぶとまたちょっとね、時間数変わってくるんですけど、だいたいまあ平均して 1.5 時間、うん、で、ホームページを見るんだったらだいたい7000ページが1時間、1ギガの容量らしいんですね。だからまあその、要はその、なんだっけ、通信制限がかかるそのギガ数を設定するのはそのなんか動画を見るか見ないからしいよ。どう考えてもホームページ7000ページは見ないでしょ。さすがに見ないですね。結構細すとかマジでバーっといろんな店舗見たりとかするんですけど。細すぐるか。え、なんで見たなんか楽しいんですよ、見てると。こっちとする。それでもだって200店舗ぐらいしかないから、そんなにね、そう7000ページもいかないからね。いかないですね。あとはゲームのやりすぎだったりとか。LINE はいい。お前ちょっと仕事する気ないだろ。何仕事。LINE も結構やってるんですよ俺。LINE とか。いや LINE のゲームだろ。どうせ。出たホスグル。ホスグル。ホストがホスグル。あ、じゃあ同業とか結構行ってるんだ。いや同業一回見たことない。ないのね。ちょっと行きたいかなと思うんですけど、ちょっと勇気が湧かないやつ。チキンなんで。そうだね。うん、結構でも頑張ってるみたいじゃない。ダメよダメダメ来て。好きだねみんなね、そういうのね。ダメよダメ。そろそろ夏ですけど、夏はどっか行くんですか、スキャンダルは。夏なんかあるんですか、そういう行事だったりとか。海とか行きたいっすね。いやでも海っぽくないけどね、全然ね。海意外と泳ぎますよ。細いしさ、これだってこんな海にいたらだってもう絶対モテないでしょ。山にいたらどうすか。山にとは思ってない。山はモテない。室内ならモテそうだよ。いいよ、モテるだって。一緒にゲームやってますみたいだったらモテる。うん、俺は逆に海結構大好き。海好きなの？うん、ちっちゃい頃にちょっとワカメに絡まってちょっと溺れかけたっていう悲しい思いがある。いいよ、わからん。ワカメに絡まって溺れかけた。エピソードも面白いな。ワカメにどう絡まったの？わかんないですね。ちょっと足とかぐるぐるちょっと待って、もう見るの終了、バイバイって。なんで？ちょっと俺のせいですか？急に。あ、そうか、ちょっとね、コメント拾っていきますかね、じゃあちょっとね。はい。いつもお世話になっております、バイハハ。また、お母さんから。まさきが出てるって来てるよ。ああ、ありがとうございます。あれだけ今日は何してくれるの？何してくれる？どういうこと？あ、企画ですか？企画ね。企画はね、ちょっと用意してますよ。後でね、楽しみにしといてください。
これルイさんたまには連絡してくれたバイハーツのこれバイハお母さんも見てらっしゃる。いやいや、そのルイがいつもお世話になってますバイハハもそうだし、うん、まずルイって呼ばないですよね、本当お母さんも そうだし、おかんニコ動見れるほど携帯使いこなしてない。え、ちなみにあの、まあ、ここの出演者の方のご両親の方の携帯って、はい、普通にもうスマートフォンとか iPhone とかああいうやつですか？うちの母親はスマホなんですけど。すごいね。父親はガラケーです。パカパカです。はいはいはい。ルイさんとかは？俺は多分普通の何あのガラケーなんですけど、その前の店にいた時はあれだったよ、毎日何だっけ舗装数のページだけあのこれうちの店だからって言って載せといて、はい、で今アンソレンス来た時にあんたお店もう働いてないのって言われて。あ、昔のやつが移動移籍した時にもう速攻言われたから。すごいっすね、毎日チェックしてるんですよ。毎日多分チェックしてたんだね。あ、でこのコメントの意味もまあ分かります、うん、いやでも、いやでもまだね、教えてないんだよね、多分。分かんないけど、アンソのページは教えてないんだよね。ふーたんは？ふーたんはもうパパもママも私もガラケーですね。あ、そうなんだ。え、ガラケーなの？パカパカですね。あ、そうなんだ。はい、使いやすい？全然。すごい、LINE の通知が来ないっていうその素晴らしさが半端ないですね。まあね、はい、ね、不便だったりするよね。もう今はもうツールがもうみんなメールじゃなくて LINE になっちゃってるからね。ですね。うちのお母さんはね、あのガラケーなんですよ。楽々本っていうの、なんか、測って開くとなんか1、2、3ってボタンがあって、例えば1登録するのが例えばなんか、それボタンもでかいんでしょ？あ、ボタンもでかいです、あれで、なんかそれなんですけど、まあちょっとそれだとあのこの番組とか見れないっていうのでね、iPad はね、ちょっと開けましたね。 iPad で見てって言って、でも iPad でなんか LINE とか送ってきます、ね、俺のこと本名で呼ばなくて、晴れたけって呼びます。現地なみたい。一回、先々週かな、先々週のタイトルコールは自分の母親に電話してお願いしたんですよ。すごい。はい、もう普通にテンパってて、それでは行きますっていきなり言いましたからね。名前とか言わずに。すごいなって。織田信成って何？織田信成出てくるんですよ。織田信成？誰が織田信成？織田信成が出てるよ。落ち武者だもん。誰が落ち武者？あ、みんな親に言ってるのって言った。ああ、なるほど、多分仕事のことですね。はいはいはい、はい、ご両親とか、まあ、親族の人とかね。はいはい、ご存知なんですか？俺は言ってますね。はいはい、はい、うん、でも最初ホスト始めて1年目ぐらいは言わなくて、うん、とりあえず毎日新宿行くわって、新宿にいるよってずっと言ってたら何してんの？いきなり何してんの？それ隠れてやりなさい、後ろ向いてやるとか。ああ、ちょっと、そうそうそう、そういうのちゃんとやりなさい。はい、あ、ごめんなさい、ルイさん、なんか話してる。でも1年後ぐらいに、まあ言いましたね。まあ一応あの、もうその時ね、まああの、いろいろあって、まあ一番取れましたって言って、で、実はホストやってますって言ってから安心させてから言いました。ショック死しちゃうと思ったんで。反応とかはどうだったの？いや、もう全然なんか逆に自分が思ってたほどなんか心配とか、なんかこう何やってんのみたいな感じのイメージじゃなくて、まあそれもあったから言えなかったんですけど、でも結局そう説明した時に一言目返ってきたのが、まあ体だけは気をつけなさいよって一言目で、あ、体のこと心配してくれるんだ一番最初にと思ったら、なんで俺こんな大事なこと言えてなかったんだろうなっていうのはちょっと後悔しますけどね。まあいい話なんですけど。ゲイ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 よしこいゲイ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 よしこいゲイ。しかも素晴らしい感動とか来てますよ。ビーナスグループって感動できたの初めてなんだよ。それでもなんか、おね、親のデカさってのは分かったんですよね、その、うん、ちなみに、ジュンはどうですか？俺は両親とも、あと祖父祖母とかも全部知ってますね。逆にね、それ、そのまま、まあ、ホスト、はい、うちが初めてなわけじゃん。はい、そうです。その、言った時はどうだったんですか？母親は、あんたやめなさいよって言われたんですけど、父親は、あ、ぜひやってこい。あ、そうなんだ。俺もなんか、キャバクラのボーイとか一回やってみたかったんだって。全然違うもんだけど、でも。まあ、なんか夜食にすごい着きたかったんですけど、父親の地元が新宿なんですよ。へぇー、すごいね。だからなんかやってみたかったらしくて、でもなんか職人やっちゃったからできないから、うん、逆になんかお前だったらそのなんか自分がやりたいことを
人に迷惑かけないようにやれって言われて、まあ迷惑かけてるんですけど。まあこれからね、親孝行していきましょう。そうですね。はい。さあそして隣、ふーたんは。もうふーたんはもう、もう全員知ってますね。あ、本当に。はい。もうホストやるわって言った瞬間に、うん、帰ってこなくていいよって言われました。え、家にってこと？はい。あ、それはいい意味で、そのまあ、あ、もうさ、成功するまで帰ってくるよぐらいの、はい、なんかそう、いい意味でね。もう貯金貯まったら帰ってきてって言われましたね。なるほどね。絶対使われるぞ。はい。絶対使われるぞ。自分は、まあ自分は逆に嬉しがられましたね。もともと吉本のね、芸人学校の方に行ってたんで、まあそっちよりもまあいいんじゃねえかみたいな。うん、そっちよりもホストの方がいいんじゃねっていう感じで、別にそんなに、まあ、反対とかも全然ないし、やりたいようにやれよみたいな。いや、むしろ最近だとちょっと来たがってますね、うちのお店に。あ、逆に、逆に、逆にね。この番組見て姉貴と、母親と、あと姉貴の子供、まあ、姉貴の子供は見ても全然言葉とか分かんないのあれなんですけど、はいはいはい、まあ、なんか俺が出ると反応するらしいですね。でおじちゃん出てるとやっぱり理解ある親っていいよね。まあそうですね、うんうん、でも全然だから反対とか全然なかったです。まあ、興味だから反対する方がなんかあんまちょっと少ないのかな、うん、前ほどなんかそういうダークなイメージもあんまりなくなってきたし、そうですね、うん、確かにクリーンなイメージ、まあ、こういった番組もねナイトチューブさんのおかげでもあると思うんですけど、うん、メディアでこうなんかねホストってまあそんなに怖い人たちじゃないんだぞみたいなね、うん、そういうなんかイメージ付けがちょっとできてるのかな、まあ、まあちょっと距離感はねやっぱこうなかなか来れない人とかもいる中で距離感は近くなったよね昔より。そうですね、絶対確かに、うん、気軽にねなんかテレビとかね雑誌とかも結構そうそうメディアの媒体も増えたんでね、うん、歌とか出したりとかね、歌もそうだねですね、そうだね、だまあそれでまあ結構あれ人気とかね、まあ、結構できてきたのかなと思いますかね、うん、距離大事だね。距離大事だね。距離大事だね。確かにね。そうだ、歌で思い出すけど、歌うまも終わりまして、歌うま の前に、やってたシャンパンコールグランプリ、スキャンダル決勝見事行きましたよね。行きましたね、行っちゃいましたね。で、まあ、アンソニーさんはちょっと1回戦で敗退だったんですけど、それの DVD がもうできた、ね、あ、行ってみましたね。見ましたね。で、あれもう売ってるんですか。売ってます。売ってるみたいなんで、ね、2,3000 円でしたね、確か。2,000 円ですか。2,000 円で買えますんでね。まあ、よろしければ、じゃあもうね、僕らも全員出てました。僕とルイさんはもうメインマイクで持ってたんで。そう、はい、ちょうどこういう感じのハジハジでね。見ました。オープニングの時、ルイさんアップで映ってました。かっこいい感じで。オープニングなんか、俺まだ見えない。オープニングの感じでなんかルイさんが普通にこうマイク持ってこうやってるのを、普通なんか、多分撮ってくれて、それオープニング使われてました。オープニング、ね、オープニング、うん。やばっ、じゃあ俺買うわ。で、よかったらね、お願いします、ね、ありがとうございます、ね、はい、まあ、もし見たいっていう人がいれば、アンスレンスもスキャンダルもね、DVD があるんでね、まあ、まあ、ちょっとまあ、店内で流せるかどうかはあれなんですけども、うん、まあ、もう流しちゃいましたね。あ、流してた。あ、確かあれ、営業中っていうか、その営業前のなんかお客さん来る前にみんなでちょっと見ようかみたいな感じで、ちょっとお遊びで流してました。ですね、まあ、あるんで、まあ、よろしければね、ご覧になってください、まあ、できたらね、買っていただけるのが一番いいんでね、お願いします、まあ、DVD 買ったよっていう人には、なんか特典つけよう。あ、お、ジュン、何つける？ジュンが決めていいよ。いや、俺がっすか。いいよ。 DVD、ほら、初回で例えば来ました、はい、でも DVD 持ってきてくれた。さあ、何つける？あ、難しいですね。難しい。とりあえず今月無料とかじゃないですか。グイ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 よしこいグイはいグイグイグイよしこいグイ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 グイ。いいじゃん、自分の顔のさ、アップのステッカーさ、作ってつければ。あもういや、でもあれかもね、なんか道端のさ、なんか電柱とかにペッて貼ったら結構誰だよこいつみたいな。あとはなんかそのシャンパンコールグランプリの時にやったコールって多分うちの店はとりあえずやってないんですよ、そのコール一回も。あ、そうなんだ。やってないです。だからそれをなんかやっ、なんかどんなシャンパン入れてもそれをやってあげるみたいな感じだったら面白いんじゃないかな。まあでもせっかくあれしたからね、
まあね、せっかく作ったんだったらやったほうがいいよ。うん、うん、うちら踊るやつ結構やってるから。結構やってますね、最初の頃なんだかんだ。でもあのボンボンの行方が未だに分かんなくて、ボンボンどっか行ったボンボンどっか行っちゃった。ボンボンでやってるけど当日は、当日自分の誕生日だったんですよ、ちょうど1月23日で。おいおいおい。で、まあ結構シャンパンでお祝いしてもらって、その時はボンボンあったんですけど、いつの間にかボンボンどっか行っちゃってやれなくなっちゃったんですよね。たん失礼します。あー、そうですね。花粉症？風邪？わかんないです。なんでこっちで隠れんの？すごっ。いや、まあまあまあ、あんまりね、まあ放送中にね、俺の方ね。いや、さっき普通にあの噛み出したからどうしたの？いや、俺もびっくりしちゃったよ。本当にまさきだな。、うん、ハート強いもんな。まあ、前からこういうところはちょいちょいあるから。ねえ、自由人です。あ、そうですね、CM もね、作りたいですね。あー、いいですね。俺も CM はね、いや、何も聞いてないです。 CM のね、案はね、あるんですよ。もうあ、スキャンダルではもう3人作りましたもんね。ええ、あの、細々のやつじゃないですか。違うよ。あ、ナイトチューブ、なんで今細々さんの。お前すごいな、その捉え方が。いや、俺、天才だよ。逆に面白いけどね、そういうとこ好きよ。すごいな。ナイトチューブさんのね、あの、CM のあれって間に入るやつ。僕らも作っていいんですか？あ、ちなみにこれがかかっちゃう。いくらぐらいですか？言っちゃっていい感じですか？いくらぐらいですか？あ、そんなもんですか？え、それで1ヶ月間ですか？あー、なるほどね。あー、これは社長と相談だ。あー、なるほどね。ああ、お金がね、ちょっとかかっちゃうらしいんですよ。でもまあ、それ1ヶ月間ではそれぐらいの金額ですかね。まあ、あのホストクラブ行って、そうだな、結構どんちゃん騒ぎできるぐらいの金額かな。はい、そうです、リアルな話。リアルな話ね。で、あ、社長の CM 見たい。そうですよね。なんかあの、あれ、なんだっけ、セキュリティフィールベターでしたっけ。はいはいはい、あれの CM はね、出てましたよね。出てましたね。いつ撮ったのって俺思ったんですけどね。でも多分あれ合同中だ。多分そうです、ね、多分あのスキャンダルの VIP で多分そうね、撮影してたんで、いいなと思って。知らない。ああいうの俺めっちゃ得意だよ。でもああいう CM 社長大好きだよ。大好きだよ。絶対好き好き好き、うん、かっこよく映してなーって言って。ただ社長がセキュリティフィールベターをあれ以降持ってるのを見たことがないから。ちゃんと飲みなさいって俺言ったから。あの CM でね、ちゃんと出てるんだろうね。まあでも俺もなんかお店にあったやつ飲んだけど、うんうん、まあそこそこ効くんじゃないか。俺も飲んだ。俺いつ飲んだんだっけ。なんかあのはなんかアルコール度数を抑えるやつですか。え、違うな、吸収。全然違う。なんでわかる。すごいな、まさき。まさきすごいな。まさきちょっと一回 MC やってみる。まあでも、俺その日はね、あれだよ、あのいつもの5倍は飲んだから。一杯飲むとこ5杯飲んだから、ちゃんと。それをちゃんとね、言っとかないと。それちゃんと言わないんだね。あれすっごい有名なんですか。なんかフランスで大人気ってあったんです。めちゃくちゃ人気なんです。あ、そうなんですか。おテレビで、テレビ紹介するぐらいだから、やっぱすごいすごい。まあちょっと言い方あるけど、儲かってるんだろうね。だから逆に今飲めばあれでしょ。え、知らないのみたいな。何飲んでんのみたいな。え、知らないのこれ。ウコンの力。うん、ウコンじゃねえから。全然違う。おい、まさき。だからまさき大丈夫か。ちょいちょいで出してくるじゃん、そういう。でも話の流れが俺は分かってないんですよ、とりあえず。最終的にそれは何なのかなみたいな。想像しながら喋ってるんですよ。受け入れてるベターなんちゃう。よく分かんない。なんか、拾いづらいコメントばっか来てるね、なんかね。今日はスタッフグイグイ行きますね。そんなことないですよ。あ、でもあとショッツさんがね、新番組できたんですよね。あ、ショッツにお任せ。俺見ましたよ、俺。あれでですけどね、ショッツにお任せって番組があるんでね。それちなみにどういう番組なんですか。あ、そうなんですか。手がつった、サキさんの手ですよ。で、お任せね、見てくださいね、そちらの方もね。あと明日、天音巻のちょっとええ感じがあるんでね、それもご覧になってください。夜枠もちゃんとあるっすもんね。2日連続でヴィーナスだぞ、ね、日曜と月曜。あれ、はい。そんなテンションになる。月曜の2時から30分ですよね、確か。
はい、朝深夜26時からです。はい、明日はメンテナンスなきって書いてある。明日、明日深夜リコ生のコのメンテナンスあって。あ、そうなの。じゃあ見れないって。見れないんだ。ごめんね。じゃあまた来週になる。来週ですね。ショッツ調子に乗ってますえ、でもショッツさんめっちゃ喋るからね、うん、全然番組と成立するもんね。うん、ちなみに今日でこの番組おそらく32回ぐらいかな。で、一番最初、あ、もうそんなか。はい、試し放送入れると33回ぐらいになるんですけども、32回全部見てる人っているの？あー、でもそれ聞きたい。あー、気になる。いるの？もういたらすごいんだけど。ならもう半年前のフータンだよ見てる人もいるわけでしょ。半年のフータンだを見てる人もいるし、フータンだを見てる人もいる。2回見ましたってことはじゃあ30回見てる。すごい、すごい。30回見てんの。それはすごい。一緒やね、俺とね。多分あれじゃないですか。チャンネル登録とかもあんの、これ。あ、ありますね、これ。あるんだ。予約とかもできるんで。あ、予約取ってくれてんの。30回見てるの、多分あれじゃないですか。あの、春武さん毎回出てるから、春武さんのファンなんじゃないですか。いや、俺のファンではないと思う。でももうすでに、あれでしょ、その人からしたらさ、あの、あね、日曜日のこの時間からぐらいはさ、サザエさん感覚なんでしょ、もう。あ、まあ、そうでしょうね。はい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 。もう多分嬉しいよね。日曜日来たーってなるでしょ。日曜日来た。テレビにつないでナイトチューブ見てるんじゃないですか。あ、そういうのできるの？できますね。へえ、すげえ。あ、じゃあそういうのやってくれてんのかな。多分あるんじゃないですかね。そこまでして見なくていいと思うけど大画面で見るような番組ではないかな。まあ、ちょっとひっそりとやってるんでね。うん、ちなみにあんまり、まあやってるってことあんま言うなよ。いつも見てるわよ。ひっそりとやりたいから。いや、もう家族で見てもらえるような番組にしていけばいいじゃん。サザエさん並みの。もう春竹生理的に無理ってきてるから、もういや、生理的無理ですか、ごめんなさいね。あ、あの、そういう場合はサザエさん見ましょう。お母さんが、お母さんちょっといつも見てる。じゃあお母さんと一緒だね。なんか見てるのが、もう日曜日はね、いつも見てるよ、バイ母。ちょい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 入ってくんだよな。母の場合さ、バイとか入れないでしょ。お母さんがバイ母なんかいないでしょ。あ、パソコンテレビ繋いでるんだ。あ、見てくれてるんですか。ありがたいですね。すごいね。そんなことして見れるんだ。やばいな、毛穴までバレちゃう。大画面でね。大画面で見られたらさ、見ちゃいますよ。そうだよ。なんか肌、なんか血色悪かったら昨日飲みすぎたのコメントとか流れるかもしれないよ。そうですね。で、2回だけ見逃したって人が、じゃあ一番見てくれてる人なのかね。日曜夕方のエロ番組。エロ番組だ、エロ番組ね。最近なんかエロいエピソードありますか、皆さん。エロいエピソード、最近なんかそういう系あんまり言ってなかったから、ちょっとまだフリートーク続けようと思って。最近なんかいいエロトークある？エロトーク、まさきはあるだろ。俺っすか。うん、多分豊富じゃないですか。いや、俺実際に起きたことないかな。それここで言っちゃダメだ。実際に起きたこと。いや、どうなんですか、ね、実際に起きたことって何ですか。実際に起きたことって何ですか。3D え、どういうこと。でそれをちょっと考えてるんですよ。なんかあったっけな、最近みたいな。フータンあった。もうフータンはあれっすね、もうこの間久しぶりに勃起したぐらいっすね。で、最近まで一歩だったんでしょ。朝勃起したっていう、そのやったじゃん、素晴らしい。やったじゃん、おめでとう。一歩だよ。枕したことないんでね、本当に。言うね、なるほどね。すみません、これください。はい。なんかあれですか、ルイさんは何かありますか。俺最近朝立ちないからね。あ、なくなってきました。30にもなるとさすがにね。だからちょっと最近マラソン始めようかなと思って体力作りを。なるほどね。俺あの本当になんか28ぐらいの時に、あの久しぶりにマラソンをした時に。なんかその前のお店の人たちと、42.195キロ。そうだ、僕30なんですよ。で、まあ、そんなに走ったことはないんだけど、でも10キロぐらい走ったのかな。代々木公園のあのグランドがあるんだけど、あの無料で貸し出ししてる時があって、その時行って、で、まあ10キロとりあえず走り抜いたの。したら次の日から1週間朝立ちしたのね、久しぶりに。マジっすか。いや、本当にだから体力の問題だと思う。そう、まあでもそういうのもありますよね、絶対ね。だから最近俺朝立ちがないんですね。
だからちょっとね、みんな運動した方がいいね、ホストだけど。運動しよう。みなうさん、運動しましょうね。そうで、まあ、でもマラソンってなっちゃうと、どうしても、その、なんかこう、自分の中でね、どんだけ M になれるかだから。絶対ね、運動不足はあるからね。そう。俺は、どうですかね、俺は、まあ、あれですね、まあ、そういう、やっぱ、男性器がね、使えなくなるとね、やっぱ男としてのね、魅力がね、半減しちゃうんで、必ずとろろとか納豆とか豆腐とかね、精のつくものを食べるようにしてますけど、今だったらやっぱうなぎとかもいいです。あ、いいですね、うなぎとか。え、でもやっぱりそういうのってやっぱ効果自分の中であるなって思います。思いますね。すっぽんとかもいいね。いいですね。いいですね。すっぽんって名前だけでもちょっといい。なんかすっぽんオナホールってあるじゃないですか。はい、オナホールがちぎれるぐらいになりますね。こすでしょ、オナホール入れて、うん、バーってやってると、なんかタイプにもよるんですけど、ゴムタイプ、筒タイプってあるんですよ。あと缶タイプとかもあるんですけど、缶タイプもあるんですよ。で、その、ゴムタイプのやつはちぎれますね、ぐにゅんって。あ、そうなんですよ、ほんとに立ちがいいと。それを、いや、ガチほんとにぐにゅんってちぎれるんですよ、ちょっと先っぽのほうから。あ、それ一回切りみたいな。あ、一回切りのやつ。一回切りで、一回食べたい。どうした、コメントがあった。テンガはね、俺ね、全然気持ちよくなかった、逆に。あ、そうなんですか。テンガ俺ダメだった。テンガ使ったことないんですよ、俺。どんだけ使いたいの。テンガはダメだったな。テンガは全然ダメでしたよ、俺は。オナホールのなんかいい使い方があって、なんかこう、あれなんですよ、オナホールがあるじゃないですか。で、コンドームつけて、ローションつけない状態でオナホールぶっ刺すんですよ。じゃあ、同じスキャンダルとしてちょっと恥ずかしいんで、帰っていいですか。俺一体チームどうぞ。プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。何すかこれ。正直全然聞いたことないし、バンバン残りますもん。まあ、30%聞くわけないでしょ、こんな。行きますよ、行きます。目も冴えてるし、酔いも覚めてるし、うちでも扱わさせていただきたいと思います。みんなにもおすすめです。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。セキュリティフィールベターの CM がね、そう、あんなさ、ね、多分スタッフがね、気を使ってくれましたね。ありがとうございます。はい、はい、というわけでね、はい、皆さん、名言は好きですか。いや、名言好きだね。ちなみに、なんかフータの名言とかある。フータの名言ですか。うん、よし、じゃあジュン。ジュンある。はい、ジュンある。名言ですか。うん、これいい名言だなっていう名言ある。努力するものを食うべからずですか。よし、はい、じゃあ企画いきましょう。まあ、ね、そういうね、いきましょう。名言がありますけども、はい、本日の企画、名言を超えてみよう。イエーイ。しかもさっきの名言間違えてます。さあ、いろんな著名人が考えた名言があります。はい、さあ、それを皆さんで、空白の部分埋めて、その名言を超える名言を出してください。あ、はい、皆さん、じゃあホワイトボード。あ、すいません。あれ、3つしかない。あ、俺あるよ。あ、ありますよ。ありますね。あとペンが、うん、はい、あ、俺もやるの。はい、俺はいいんじゃない。お願いします。俺はいいんじゃない。じゃあ、それでは一発目お願いします。一発目、はい、じゃあ、アシスタントの佐久副主任から。はい、じゃあ、お願いします。はい、あ、これですね、これはこれですね、
はい、はい、こちらです。ババン、ババン、ホニャララは幽霊と同じで、誰もがその話をするが見た人はほとんどいない。さあ、これを書いたのはですね、あれですね、はい、はい、こちらです。ラッシュフーコーさんですね。はい、ラッシュフーコーさん、はい、フーコーね、あーラッシュフーコーさんです、フランスの貴族でもあり、新元集を執筆された作家さんの方でもあるんですけども、このラッシュフーコーというお名前がもうフランスの貴族の、あのお名前にもなってるぐらいの、あの すごい著名な方ですね。はい、でこのラッシュフーコーさんは、本当の恋は幽霊と同じで誰もがその話をするが見た人はほとんどいないとおっしゃってます、はい、で本当の恋はのところを空白にしたので皆さんここの部分を埋めてみましょう。はい、それではシンキングタイムスタート。はい、できた、はい、早い早い。ルイス正解だよ。あ、正解。先に出しちゃう。早いな。ルイス出していいでしょう。はい、早いな。で、はい、トトロははい、次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、でもせっかくじゃん、サクさん来てるから。あなたトトロっていうのね。サクさんも俺も答えやん。じゃあこっちえ、あ、ごめんね。あ、すいません。俺もやっていいの。ホニャララは、と同じで誰もがその話をするが見た人はほとんどいない。さあ、どんな答えがあるでしょうか。トトロ、トトロちゃん。トトロね。そうだな。あと、ね、さあ、どうですかね。結構難しいの出してる、ね、結構難しい結構難しいですね。だから見えないものを、てかもう目の前にないものを、うん、そうです、はめていけばいいんだよね、はい、だ言ったら、はいはいはい、あ、わかった。さあ、どうでしょう。わかんなかったらね、ボケていいよ。あ、そういう問題じゃないの。わかんなかったらボケていいよ。逆に。はい、サクさんできました。はい、はい、サクさん答えどうぞ。マイナスイオン。マイナスイオン、幽霊と同じで誰もがその話をするが見た人はほとんどいない。ほとんどなんですか。見た人は一人もいないと思う。一人もいない。多分ほとんどいないと思う。あ、分かった。さあ、どうでしょうか。まああれかな、まず字が汚いから困る。真面目に答えるとね、土の子とかもそうだよね。あ、俺は確かに。あ、はいはいはい、あ、一個消えちゃった。嘘つけよ。嘘つけよ。便乗型やめて、後のせサクサクは。便乗。小さいおじさん、あ、俺小さいおじさんで見たことあんの。絶対。じゃあ俺本当だ。じゃあ俺本当なんだって、これマジで。え、何。小さいおじさんを見たことある。どこで。俺家で、もうちょっと話ベクトル変わっちゃったけど、家で酔っ払って家実家にねいるときに、なんか熱いお茶が飲みたいなと思って、でお茶のその湯煎ポットのとこ行ったら、ちっちゃいおじさんがこうやってなんか背中こうやってほったんかとか出てて、よう、よーって言われて、で俺、えっと思って、寝ぼけてんだと思って、そのままお湯出したら、あっちいよって言われて、ちょ、俺本当なんですよ、これ。病んでるわけでは。ちょ、病んでるわけではない。本当に、この仕事してなかったし、まだその時全然病むね、もう18とかじゃないですか。俺見たい。18で酔っ払ってるって言っちゃったけど。ね、まあ、それはね、もう事故だよね。でも本当に、本当に見ました、ちっちゃいおじさんは僕。来た。あ、できた、ふーたん。来た。はい、じゃあふーたん行こう。ふーたんの答え、どうぞ。こんなもん。はい、言って。オゾン。逆。オゾン。逆やん。そういうとこあるね。オゾンですね、オゾン。はーい、逆。はい。はい、はい、サクさん、あ、サクさんじゃない、ルイさん、はい、寝る前に数える羊。あ、確かに、みんなめっちゃ数えてるけど、実際見てないでしょ、だってあれ。確かに。あれ、なんで羊か知ってます？わかんない。なんで羊か知ってるの？なんで、なんで。俺なんか、あれなんですけど、羊って英語で、スイープっていうでしょ。あ、で、寝ることはスリープっていうでしょ。それに引っ掛けただけらしい。へー。だから日本人は羊寝るって単語が全然違うから全く意味がない。あ、うん、はい、豆知識でした。はい、続いて、はい、まさきできた。じゃあポケモンで数えればいいんだよ。スリーパー150匹しかやった。え、心のことをみんな話すけど、それを見た人はいない。マジレスしすぎでしょ。いきなり詩人みたいなこと言いました。すごいな。すごい。まさき、はい、マイナス10ポイント挽回できる。罰ゲーム、お前これ今日月ロック一気だからな。いやもう営業前にベロベロになりますよ。いや頑張ろう、頑張ろう。さあ、もうそうやるな、バイチチで。バイチチ、スマホ持ってないから。
さあ、そろそろじゃあ2問目いきます。しじみが1個です。さあ、じゃあ続いてじゃあ2問目いきましょう。じゃあちょっと分かりやすいのがいいかな。はい、ね、いや、このしじみ、確かに疲れるけど、これかな。しじみ、お母さんと見てると、じゅん、これは俺の妹か、怖いな。あ、そうですね、すげえ妹いる。妹いますね。妹いんの。はい、こちらです。ババン、2問目、相手をほにゃららできないのならせめてほにゃららさせろ。これをこの目が言ったのはハリー・トルーマンさんですね。ハリー・ポッター言おうと思った。うわ、2人とも大丈夫だよ。ハリー・トルーマンさんはアメリカの大統領ですね。はい、で、まあ、大統領にして就任して、まあ、日本との関わりはですね、あの広島の原爆、うん、あれの、投入を、承認した人物でもあります。まあ、ちょっと日本ともね、まあ、そういった意味で深く関わりがあって、ただしアメリカでの、ね、人気度はそんなになくて、支持率は最低の 22% だそうです。歴代大統領で歴代最低だそうです。はい、でちなみにね、死んだ日がね、12月26日っていうね、うん、すごい不思議な日なんですよね。一応締め日後ですね。イブとかじゃなくて、イブとかクリスマスとかじゃなくて、うん、そっちなんです。そうですね。で、ですね、この、トルーマンさんが言ったのはですね、相手を説得できないのならせめて混乱させろと、うん、結構深い話なんです。あ、同じ言葉が入るのかと思います。あ、違います。こちらは相手を説得できないのならせめて混乱させろ。さあ、この名言を超えてください。進撃タイムスタート。はい、ちょっと見てもいいですか。ちょっとマジレスしよう。お前聞いてなかったの。いや、聞いてるんですけど。君たち2人はちゃんと説明聞いといてね。人の話聞かないけど話です。え、なんでもないです。俺、お前の話の聞かない系男子だわ。はい、どうですかね。いや、難しいな、これ。ちょっとマジレスしよう。はい、さあ、考えてください。はい、じゃあ、レスさん、どうぞ。はい、はい、どうぞ。あ、やばい、やられた。はい、相手を酔わせることができないのならば、せめて行かせろ。おぉ、はい、レスさん10ポイント。よっしゃ、いいね、そういう件よ。はい、そういう件よ。はい、どんどん行こう、どんどん行こう。今、完璧にビタッとハマったからね。でも、ちなみに今、酔わせることができないならば、書いてる途中でサクさんとかぶった。かぶったな。さあ、どうですかね。今サクさんこういうリアクションでしたよ。相手を、はい、どうですかね。相手を、俺はコメントを見てちょっとカンニングしよう。まあね、でもやっぱこういう時にね、なんかこう視聴者の人が一緒に考えてくれてるのは楽しいね。はい。でも昔からこういうテレビ見てて、俺芸人より面白い子たまに考えてるよみたいな時あるからね。そういう時ね、自分でね発信できないですもんね。そう。さあ、どうですかね、皆さん。来ましたね。来た。はい、はい、じゃあふーたんどうぞ。はい、相手を何でしたっけ。楽しくできないのなら、楽しく、あなたが楽しく楽しくできないならせめて嬉しくさせろ。はい、マイナス10ポイント。あざーす。はい、はい、まさきは。俺、白紙ですね。いや、はい、書いて書いて。さっきから答えてなくね、前回。これ、前回答えました。いや、まだ一回も答えてないよ。あ、編集であれカットされるから。そうだよ、あれ使われないやつ。え、マジですか。まだ一問も答えてない。書いてよ。さあ、YouTube にはカットで流すから。あ、マジですか。あの、モザイクかけとったらお前のために。相手、まだ一言も喋ってない。じゃあ、答えください、答えください。なんでだよ。今視聴者の方にちょっと答えを求めてる。いやいや、それは視聴者の方の答えです。あなたの答えかけください。幸せにできないのならせめて止めさせろ。だってさ、その生放送でさ、思いっきり先生堂々とさ、カンニングさせてくださいって言ってたの。そんな成立しねえだろ。ダメですかね。はい、サクさんどうですか。ちょっと待って、いけそうですか。さあ、どうでしょう。テンパよく行こう。やべ、ギブアップだ。ギブアップ、ギブアップだったらもう強制ロックだけど。ロックって何ですか。狂月。あ、マジっすか。うん、相手を。あ、
間違えた。シャンパンに入れさせることができない飾り色、逆じゃねえかな。逆だと思うぞそれ。怖い。はい、サクさんいいですか。いや、怖いからやめとこれは。え？ちょっと揉めろ。相手を感じさせることができないならせめておもちゃで行かせろ。それルイさんと被ってるね。ルイさんと被っちゃってるね。被ってますね。さあどうですか。ちょっと待ってね。じゃあね、一旦考えたようで一旦 CM どうぞ。It's called Shaw Kaede. He made one decision. Decision is change also chance. Am I my comfortable exhaustions? I pause the question. Which three are you?さあそれではまさき行こう。はい、相手をしつけできないのならせめて調教させろ。はーい、イエーイ、うん、できるんですか。できますね。高校の時でこれで親ごと揉めましたね。なんでもないです。ほらそら音楽も止まるわ。さら止まる。いやいやマジっすか。ちょっとさあじゃあ次、はい、あじゃあ行きましょう。たくさんどうぞ。相手を脱がすことができないなら、はい、せめて弱して潰させろ。おー、なるほどね。その後をこうプチプチ脱がしていくみたいな。なんでお前が。なんで、はい、サクさんの便乗しないで。自分のにして。自分のがそんな点数なかったからって。あ、俺はもうとりあえず0点です。マイナスポイントはもう嫌です。はい、じゃあそれでは。あ、待って。あ、で、ルイさん。はいはい、はい、おあ、やべ、相手を一生手に入れることができないのなら、すべてお前のことを今日食べさせろ。はい、じゃーい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ルイっぽいね。もうやめてやめて。まあ、その前に俺ちょっと毒味だけさせてほしい。試食コーナーでどうぞっつって。さあ、続いていきましょう。さあ、こちらです。ババン。はい、第3問目。ほにゃらが楽しければ人生は極楽だ。ほにゃらが義務ならば人生は地獄だ。これを言ったのはですね、誰だっけな。惜しいとね。同じ言葉入るんですか。違う言葉じゃないですか。違う言葉でもいいよ、これ。ねえ、楽しければ人生の。マクシム・ゴーリキーさん。マクシム・ゴーリキーさんですね。ロシアの作家で、社会活動家の彼ですね。彼が言ったのは、仕事が楽しければ人生は極楽だ、仕事が義務ならば人生は地獄だって言いました。あ、じゃあ同じ言葉。いや、同じ言葉じゃなくてもいいよ。ここのおにゃらの部分を、変えて名言を作ってください。さあどうぞ。結構深いね、これ。深い、深いですよこれ。あえて同じでいきましょう。お前はね、はい、勝手にルール決めないで。僕は僕は自分ルールなんで。あ、分かった、はい。さあ、お願いします。さあ、で、ここもう、あれだよ、結構頭使うよ、これ。来ました。お前、絶対それ書くと思ったの。最強ですね、これ。オーソドックスじゃないですか、これは。ないない。わぁ、ちょっと待って、被ったわ。せーの、ドバン。ドバン。セックスが義務ならば、人生は極楽。あ、ちょっと待って、セックスが楽しければ人生は極楽だ、セックスが義務ならば人生は地獄だ。あ、被ったわ。うわぁ、すごい。楽しいに決まってるんすよ。いや、お前はな、相手は多分楽しくない。いやいや、マジで完全に後者。相手はがいい話。じゃあもう一個行きましょう。はい、さあどうでしょうか。それ絶対被ると思う。さあ、皆さん考えて、一気に考えよう。みんなも考えてね、視聴者の人も。さあ、
これとかですかね。うん、それは違うな。これは違いますかね。それ違うな。それ違う。さあどうでしょう。楽しくないよ、ジュンって来てるぞ。俺はめっちゃ楽しいからいいや。なんで楽しいんですか。生きてるから。え大丈夫あのね、ごめんなさい、この後すぐ病院連れてきます。もう絶対、やっぱ CT スキャン撮ってもらったから絶対なんかいる。いや、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。はい、とりあえずコンタクト久しぶりに入れて、バンバン行こう。てか、ジュン早く、もう喋んなくて早く帰って。あー、そうなんですね。ポン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 行かんと。何がいいかな。うん、いや難しいな。いや考えるのが辛いです。やべ、長えな、これ、俺なんか。そんなに長くなります？これとかじゃないですか。1個じゃ足りない。あ、それいいかもしれない。これとかじゃないですか。うん、それはちょっといいと思う。これとか、それ今社会の風刺だから、お前見せる前にさ、出してよ。よいしょ。学校ね。学校読んでたから。学校が楽しければ人生は極楽だ。学校が義務ならば人生は地獄だ。まあなんか風刺が入りましたね、いいですよ。はい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 、はい、どうぞ。ちょっと長いんで2個目は言葉で言っちゃうね。はい、ハリーポッターが舞浜にできたら人生も極楽だ。あの、大阪にできてるからできてんの、ね、ちょっと地獄だよって。確かに、うん、しかもあれなんかあのなんか初日になんかトラブルあったらしいですからね。あ、そうなの。俺でもちょっとすげー行きたいんだよな、あれ。トラブルあっちゃった。あれめっちゃ行きたいよ。俺はちょっとこの仕事に、まさかハーブ吸ってる。え、この時ハーブ吸ってんのか、お前。いや、ハーブは、ハーブは吸わないですよ。ハーブ吸ってんのか。ハーブはもうダメだって言っただろ。あ、もうって言っちゃった。いやいやいや、もうって言っちゃった。一回もやってないですからね。ごめんね、もうって言っちゃった。じゃあ酒を飲むのが。じゃあそれでは続いての質問。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。おっとっとっと。じゃあこちらですね、これ作りやすいんじゃないかな。はい、骨穴が絡んでいるところでは誰も信用するな。これをですね、書いたのはですね、これですね、アガサ・クリスティさんですね、イギリスの推理作家でミステリーの女王と言われてます。代表作に「そして誰もいなくなった」ね、クリスティか、うん、アガサ・クリスティは、多額の金が絡んでいるところでは、誰も信用しないことと言ってます。さあこれの、前の部分をね変えて名言つけてください。どうぞ。ちょうど金って書こうとしたら、ホストクラブじゃないですか、それ。多額の金が絡んでる、どうなんだろうね。ちょっと辛いっすよ。それお前の考え方だから、なんとも言えないけどな。ゲイの人とハーブ吸ってるのって違いますよ。ゲイの人と、あと、普通の人とマサキでハーブを吸ってます。辛いっすね。いや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 、吸ってねえよ、吸ってない。はいはい、これはい、おっさんが絡んでいるところは誰も信用しないこと。あ、俺とルイさんに向けて言ってんの。放送事故起きるぞ。マイナス10ポイント。マイナス10ポイント。すごっ。俺もこれ放送事故かな。はい、どうぞ。はい、創価学会が、はい、俺もちょっとすごい、ルイと被ったかもしれない。まあそれ似てる感じで、あのオウム真理教が絡んでるところ。とりあえず1回ぐらいパパンって挟んでね、これすぐ履けるから。あとあのエルフだっけ、エルフとかもあるよね。エルフが絡んでるところ怖いからね。はい、続いて、まさきは、はい、もうまさきでは書いてないの。はい、よく、はい、まさきさん、これ正解でしょう。はい、どうぞ。まさきが絡んでる。正解。俺も自分でちょっと書こうかな。さきさん20ポイント。イエー。すごい。もう今ので落ちたかな。結構落ちたね、今のは。すごいな。いや、今のでかいわ。ピンポーンが入ったもんね、ピンポーン入った。というわけで、結構いきましたね。はい、ということで、優勝はサキさんの、サキさんとリサ、やったやった。ちゃんと集計してたんですね。集計してたよ。さあ、それで、惜しくも、はい、敗れてしまったのは、マイナス2万ポイントの、じゅんくんですよ。よいしょー。で、いつ俺をマイナス2… これはもう、あの多分画面にはね、多分緑色のグラスがね、ちょろっと見えてると思うけど、ごめんね、こちらのもね、罰ゲームでね、はい、こちら、中スピータスです。ありがとうございます。ありがとうございます。 98% だ。はい、罰ゲーム。はい、罰ゲーム。何個まで持ってこい。罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲーム。ここまで持ってこい。罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲーム。うわ、すごい。うん、さあ一言、はい、スキャンダルを飲める男。3日多分営業中俺いないっす。
あ、それは良かったですね。はい、スキャンダルとってこんなにいいことありません。なんでですか。今日多分店の回転めっちゃいいです。めっちゃいい。これはちょっと悲しいですね。いやいや、もう本当ぜひともありがとうございます。願ったり叶ったりです。さあ、それでは、エンディングトークです。なんかイベントの告知等はありますか。はい。はい。はい、どうぞ。どうぞ、いいよ。あ、じゃあ、一番最初にどうぞ。じゃあ、こいつ飲んだから、じゃあ、普段行こうか。あ、じゃあ、20何日か。22で。あ、22だって。なんで分かってね。すごいな、本当に。なんか火曜日です。二人揃って本当病院行った方がいいぞ。やばいぞ。ちょっともう予約してあるんで、もう行ってきますね。で、22日火曜日に、お客様感謝でということで、はい。どういうことあるんですか。まあ、2時間、指名だの、なんだの、込み込みで、1万円で。あ、お腹に来るわ。お腹に来るの。お腹に来る飲み物いっぱい飲めるということで、はい。あ、そうですね。飲み放題イベントをやるので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はーい。あと、もう一つあるかどうかもわかんないんですけど。じゃあいいよ。いや、8月6日ハムの日に、うちの店長ユッサ店長、ユッサナンバーワンもしかしたらやるかもしれないで、席につきまくって、そのユッサ店長に飲ませまくり、相手ユッサさんだからハムの日やるそうなんです。で、ユッサさんとお客様がこう腕相撲をして、で、お客様が勝ったらユサさんとハグできる。相当強い。え、ユサさん待って、商品がハグなの。ユサさんとハグできる。それハグ。ハグハグね。ハムハムね。ハムじゃない。ハムじゃない。紐いっぱい絡んでるハムみたいじゃない。え、だから、じゃあ俺今度あれユサさんに会ったら、ハムの、ハムの人だ。あのお中元の CM で昔やったハムの人だ。今ニック店長って名前出てる。さあ、対するアンソレンスですけども。はい。はい、8月7日じゃないですか。はい、8月7日に、当店の代表、天沼紀代表の、バースデーイベントがあります。おー、はい、お願いします。まあ、結構ね、ごたつくと思うんですけども、まあ、お友達と誘いの上ね、よろしければご来店ください。後祝い、前祝いもね、全然、はい、やってるんで。はい、あとは22かな、ごめんなさいね、8月ですよ。8月の21に、木曜日、はい、夏祭りイベントっていう形で、まだちょっと詳細はね、まだちょっとお話できないんですけども、まあやりますんでね、そちらの方もよろしければ来てください。そう、あとうちのその宣伝のポスターもね、お店でしか見れないけど、めっちゃ面白いから、そう、見に来てくれたらみたいな。はい、そうです。宣伝のポスターね、貼ってあるんでね、結構ちょっとみんなでね、手作りで作ってるんですよ、こんな感じが。ちょっと個性的で面白いね。お客さんの他の評価はすごい高いから。そうなんですよ、見てほしいな。よろしかったらご覧になってくださいとのことですね。あと1分かな、言い残したことある人。はい、いや、お前はいいわ。実は8月2日に僕リアルバースデーなんで、おお、それこちら、それはさっき言われるよ、それは結構重要だと思うよ。結構リアルバースデーで8月2日誕生日なので、できればちょっとお祝いの方もで、営業後潰されるだろう、ね。8月2日何曜日。8月2日何曜日。8月2日何曜日。8月2日ああもう時間がやばいですね。もう何曜日か分からないということで、それは放送後期の方でね。あ、無理だわ、ちょっと。はい、さよなら、まったね。でもなく溜まり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。